白石雅美は日本の評論家である。関西大学政策創造学部教授。内閣府規制改革会議副祉、保育、介護タスクフォース主査。大阪府生まれ。大阪府立千里高等学校を経て、関西大学工学部卒業。同大学院修了。政府各種委員会委員、コメンテーターとして、テレビ出演多数。子育てや共働き生活。 女性の育児と仕事に関する著作がある。一方、子育てと共働きについて、自身は家事のほとんどを同居の母親に任せ、休養時の保育所への迎えも、近所の魚屋に頼んだという。また、出演したテレビ番組では、過去に子供を育てることに限界を感じたことを明かしたが、その中での子供を生ゴミと感じた、捨てたいなどの発言は一部で問題視された。また、 白石は、新自由主義的な考えの持ち主であり、派遣労働者規制にも、反対の立場を明確にしている。老いたち1977年大阪府立、千里高等学校、1984年関西、大学工学部建築学科、1987年、関西大学大学院、工学研究科建築計画学専攻修士課程、終了。 会社員時代大学院を修了した1987年に西部百貨店入社、ロフトのプロジェクト室で店舗開発に携わるなどした。1990年日清基礎研究所に転じた。同研究所では社会研究部門に所属し主任研究員を務めたが、この頃よりテレビ番組等にも出演するようになって広く知られるようになった。 論客として2002年、東洋大学経済学部社会経済システム学科助教授に就任。2004年、同教授に昇格。2005年夏、郵政解散後に自民党から郵政民営化に造反した自民議員の資格候補として、同年9月の第44回衆議院議員総選挙に立候補することを要請されたが、これを誇示した。2006年、 政府の教育再生会議員に就任。2007年には、関西大学政策創造学部教授に就任すると、共に、初代日本中央競馬会構成審査委員にも任命されている。2013年6月からは、日化成株式会社取締役を兼務。千葉県知事選への立候補2008年11月、民主党千葉県連が、翌年3月に行われる。 千葉県知事選挙に白石を擁立する意向であることが報じられた。この後白石は出馬会見を行ったが、民主党は白石の政策構想に県連との間で結んだ政策協定の内容が反映されていないとし、推薦を取り消した。選挙では民主党は泉鉄道の前社長吉田大らを推薦。白石は公明党の指示を受けての立候補となった。得票結果は、 森田検索が45.5%で当選。白石は第3位となる15.5%の得票率に止まり大差での落選となった。愛から子育てネットのインタビュー記事による朝ズバ。での発言。ネット上を中心に問題となったが、朝ズバっては全く謝罪がなかったこの経緯は出演したスーパーモーニングで白石自身が明らかにした。 ありがとうございます。